ことができたところで、次4曲目の Don't Pass Fly というこちらの演目に移りたいと思います。ちょっと私着替えてきたんですけれども、先ほど自己紹介させていただいた時には司会担当って言ったんですけれども、私同じように西川さんとか佐々木さんとかと同じように私も大学院生でオペラを専攻しています。同じ同級生のおめこの話をいただいたんですけれども、今回じゃあオペラもせっかくだからやってみないかということで話をいただいて、何をやったらいいかなって考えたときにこの曲を思いつきました。上野くんお願いします。今回は同じく同級生の上野博之くんと一緒に20章をお届けしたいと思います。このドンパスクワイという作品なんですけれども、こちらはドンパスクワイの題名は本職な老人の名前です。でこの彼ドンパスクワイをですね、騙すためにギャフンと一言言わせてやろうということで悪巧みをするシーンになっています。私がノリーナという若い娘の役を、そしてこちらがマラステスタという役で医者の役なんですけども、二人で同時にドンパスクワイを何とかして騙してやろう。でそれでですね、どういった女性になりすましてそのドンパスクワイという人物に近づこうかという内容になっています。結構悪巧みっていう感じの曲なので、どんな曲なのかなって皆さんは想像されてると思うんですけども、かなりウキウキした楽しいテンポの曲になっていますので、では今から演奏させていただきます。どうぞお聴きください。Thank you.
Thank you.
仕上がりになってて私も驚きました。で続いてですね、次はポップスの曲をお届けしたいと思います。曲はミーシャのエディシングという曲になっています。こちらは伸びやかなボーカルとストリングスの壮大なアレンジが重ねておりまして、しっとりした中にも力強い女性の思いを表現しています。今日のバレンタインという日にぴったりの曲になっています。どうぞお楽しみください。Thank you.
かがでしょうか。辻さんって私も聞いていたんですけれども、この曲なんとですね、先ほど調べたところ2000年に発表された曲で、実は9年も経っているということが分かりました。私5年ぐらい前のことだと思ったのですごいびっくりしちゃったんですけども、今なおカラオケとかでもかなり人気の曲で、私もよく歌ってはいますね。それでは次は星に願いよのメドレーをお聴きいただいたので、次はスタジオジブリのメドレーですね、をお届けしたいと思います。おなじみの天空の城ラピュタ、隣のトトロ、そして昨年の夏に公開されました崖の上のポニョの3作品の主題歌をメドレーでお届けいたします。久石譲が手がける音楽により、作品自体をより一層魅力あるものへと引き立ててくれています。ぜひストーリーを思い浮かべながらお聴きください。
次は最後の曲を演奏させていただきます。なんと次の曲、この2人が入れ替わります。お届けする曲は2004年に発売されてから今もなお人気の人と陽のナンバー。一人の人間として彼女の感じることを描いたこの曲は人の幸せを願う詩で溢れています。今日の幸せがずっとずっと続きますように。2人から今日来てくださった皆さんへのプレゼントです。それではお聴きください。花見月です。
が鳴り合わなかったのでここでアンコールをお届けしたいと思います。アンコールにご用意しましたのは見上げてごらんよの塩です。